ばんは。今日も見てくださりありがとうございます。今日は豚の生姜焼きの夕飯です。で、分量はここに出てます。これです。もうね、困った時の生姜焼き、手抜きをしたい時の生姜焼き、簡単で美味しいので、はい。で、解凍しておいた豚肩ロース、袋がもったいないので、このまま蒸した味をつけていきます。おろし生姜小さじ1、片栗粉小さじ1、濃い口醤油大さじ3、酒大さじ2、みりん大さじ1です。これね、下味に片栗粉を入れるとお肉がふっくら柔らかくジューシーに仕上がります。なので、あの、片栗粉と一緒に揉み込むのおすすめです。で、袋の上からしっかり揉み込んでいきます。しっかりこう片栗粉生姜がちゃんと混ざるようにしっかり揉み込みます。あのまま、私は 1,2 時間放置したかな。大丈夫です。あのね、味が濃すぎるっていうことはないので、 1,2 時間放置しても大丈夫です。で、今玉ねぎ切ってますよ。玉ねぎをね、一緒に炒めるので、玉ねぎの甘みが加わってすごい美味しいので、あの、そこ 1,2 時間置いても全然大丈夫です。濃くならないです。はい。で、フライパンに油を熱します。で、この薄煙が上がってきたら温まったよっていう合図なので、玉ねぎをドンと入れます。で、まず玉ねぎから炒めると、あの、玉ねぎの甘みが引き出されてすごい美味しくなります。ちょっとね、元気なんだけど、まだちょっとこの喉の調子、声がおかしいけど元気です。はい。で、玉ねぎをざっくり炒めたら、下味をつけておいたお肉をドーンとお鍋に入れます。で、ほぐしながら炒めていきます。あれ、下味に片栗粉を使ってるので、やっぱね、こう一塊っていうかダマになりやすいんですよ。でも、だからここでちゃんとしっかりほぐしながら炒めると、ちゃんとお肉がばらけてくれます。まあ、片栗粉を入れるメリットデメリットあるけど、美味しく食べたいからやっぱ片栗粉はね、入れた方が美味しい。お肉がさ、ばらけにくいのはさ、自分が頑張ってガガガガガガガって炒めていけばいいことなので、美味しく食べましょうって感じです、うちはね。で、こんな感じでちゃんとばらけてくれます。で、ここにもまた下味に片栗粉を使っているので、お肉が柔らかくてジューシーになります。で、お肉に火が通ったら豚の生姜焼きの出来上がりです。もう困った時の生姜焼き、手抜きの時の生姜焼き、簡単で美味しいので、ぜひよかったら作ってみてください。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。そちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。